広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は障害福祉課の後藤さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のお知らせは何ですか？はい、今週はアイサポートフォーラム東広島についてご案内します。障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすい共生社会を目指して、和太鼓演奏や映画上映会、文化会を開催します。日時は1月19日土曜日10時から16時までで、市民文化センターアザレアホールなどで行います。ではそれぞれの内容について紹介してください。はい、和太鼓演奏は10時5分から10時25分までで、和太鼓チームてんてこ舞が披露します。次に映画上映会では映画僕は海が見たくなりましたを上映します。自閉症の少年が教えてくれたことを描いた、心が少し優しくなれる感動ストーリーです。10時30分から12時15分までで、定員は先着250人程度です。お問い合わせは障害福祉課までお願いします。午前中は和太鼓演奏や映画の上映会があるんですね。では午後行われる文化会について紹介していただけますか？はい、午後からは3つの文化会があります。権利擁護文化会では、親亡き後の成年後見制度について講演会やワークショップを行います。障害がある子を持つ親が残される子に対してできる一つの方法として、成年後見制度について学んでみませんか？時間は14時から16時までで、講師は川口社会福祉士事務所の川口幸喜さんです。定員は100人程度で、事前の予約が必要です。チラシ等に書いてある期限は12月14日となっていましたが、まだ席が空いておりますので、東広島市社会福祉協議会へご連絡ください。よろしくお願いします。障害がある子を持つ親が残される子に対してできる一つの方法として、成年後見制度があるんですね。ではその他の文化会も教えていただけますか？はい、聴覚障害者支援文化会では、スマイルコミュニケーション手話に出会ってと題して、講演会やパネルディスカッションを行います。聴覚障害のある子の教育について考え、聴覚障害のある子が夢を持って暮らせる町づくりについて話し合います。時間は13時30分から16時までで、講師は福山市市立小学西小学校教諭の北川よし子さんです。定員は70人程度で、事前の予約が必要です。お申し込みは東広島市自立支援協議会事務局ハートフルへご連絡ください。よろしくお願いします。また子ども文化会では、学齢期思春期の支援のあり方、自己認知支援についての講演会を開催します。近年ニーズが高まっている障害のある子どもたちへの学齢期思春期支援について、認知行動療法の視点から自己認知支援に関する講演会を開催します。時間は13時30分から15時30分までで、講師は訪問看護ステーションアスカ東広島管理者の金本秀樹さんです。定員は40人程度で、支援者の方を対象としており、事前の予約が必要です。お申し込みは東広島市自立支援協議会事務局ハートフルへご連絡ください。よろしくお願いします。この機会に一人でも多くの市民の方に参加をしていただきたいですね。今週は障害福祉課の後藤さんに紹介していただきました。後藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。